2015年ワールドカップバレーボールは2015年に日本で開催されたバレーボールの国際大会。前回まで秋に行われてきた日程が見直され2ヶ月程度前倒してオリンピック日程に近い8月下旬から9月中旬に行い、女子は8月22日から9月6日、男子は女子大会の2日後の9月8日から9月23日に開催。 翌年のリオデジャネイロ五輪の第一次世界予選を兼ねており、男女とも上位2カ国に五輪出場権が与えられる。前回の2011年大会までは上位3カ国に出場権が与えられていたが今回、五輪枠は一つ減らされた。前回2011年大会と変更があり、順位決定には勝利数が最優先される。勝利数が並んだ場合は、 三から二から一ポイント制の勝ち点の優劣、それでも並んだ場合は、セット率、ポイント率の順番で順位を決定し、そこまで並んだ場合は、当該国同士の対戦成績で比較する。出場権は男女とも、十二カ国に付与。大会開催国日本二千十四年度バレーボール世界選手権、優勝国男子、ポーランド、女子、アメリカ合衆国各大陸より2チーム順位の、 変遷勝ち負け第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド。なお、リオデジャネイロゴリンの1位から3位は、本大会と全く同じ順位となった。順位の変遷勝ち負け第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド。ありがとうございます。